週間地震情報をお伝えします。まずこの1週間に起きた地震の震源の分布をご覧ください。こちらの図がこの1週間で体に感じた地震を、プロットしたものになるんですけれども、主なものとしては青森県東方沖の21日の地震、そして奈良県の24日の地震があります。でこのうち青森県東方沖の地震の震度分布をご覧ください。この地震はマグニチュードが 6.5 と大きい地震でした。震源の深さが43キロとなっていまして、最大震度が5弱となっています。でこの辺りですけれども、2011年の、東日本大震災を引き起こしました超巨大地震の余震域に当たっていまして、この地震もその2011年の地震の余震の一つというふうに見られます。この辺り、三陸沖ですとか青森沖、さらに宮城沖などは2011年以降、依然としてですね、地震活動が活発な状況が続いていますので、この後も比較的大きな地震に対しては注意が必要ということが言えます。もう一つが奈良県の地震となります。こちらはマグニチュード 3.6 と地震の規模としてはかなり小さい部類となりました。ただ震源が内陸部で、その深さが比較的浅かったことで、最大震度3となりました。この地震ですけれども、奈良県で震度3以上、奈良県を震源とする地震で震度3以上を観測するのは5年ぶりということになりまして、比較的珍しい地震だったということになります。一方この地震の後、特に、この周辺で活発化しているような状況はないので、これがさらに大きな地震につながる可能性は今のところ小さいと見られるんですけれども、奈良県ですとか三重県では、過去には内陸部でマグニチュード7前後の地震が起きたといったこともあります。普段地震が少ないところですけれども、普段からの備えは怠らないようにしてください。なおですね、12月の18日に、新島、神津島近海で、最大震度5弱の地震がありました。その時はかなり頻発したことがあったんですけれども、その後は比較的穏やかな状態になっておりまして、新島、神津島近海での群発地震かといったことはなさそうです。では続いて海外の地震まとめてみました。こちらが USGS アメリカ地質調査所のまとめた震源分布になります。このうち12月21日の地震は、先ほどお話しした青森県東方沖の地震ですね。USGS はマグニチュード 6.3 と解析しています。その他大きかった地震としては、12月25日にフィリピンのルソン島付近で起きた地震がありました。マグニチュード 6.3、 深さおよそ109キロといった地震だったんですけれども、フィリピンはもともと地震活動が活発なエリアとなります。このフィリピンでは16日にミンダナオ島付近でもマグニチュード6クラスの地震が起きているんですけども、両者震源が離れていますので、特に関係はないというふうに見られます。以上、週刊地震情報をお伝えしました。